落ちたかし落ちたかしは、日本出身のドイツで活躍したマンドリン奏者、作曲家、愛媛県今治市生まれ、13歳の時からマンドリンを始めた。1954年、東京外国語大学に入学してイタリア語や英語などを学び、その傍ら、昼間きぬこのプライベートスクールでマンドリンとギターを学んだ。大学卒業後の数年間、同スクールで、 マンドリンとギターの講師を務め、いくつかの団体にソリストとして参加したり、テレビラジオの録音の活動を行った。1961年、ジークフリートベイレントンの招きで、ドイツに渡り、ザールラント州ザール類ルに今日構え、いくつかの音楽学校でフリーランスの教師を務め、ドイツマンドリン連盟の講師として活動した。また、1961年から1974年まで、 ベーレントの結成したザールラントツップオーケストラで、1968年から1990年まで、同じくベーレントの結成した全ドイツツップオーケストラで、コンサートマスターとソリストを務めた。その間、1966年にドイツ人のシルビア・キルナーと結婚し、1973年にドイツ国籍を取得した。1977年にヘッペンハイムに移り、 1999年に退職するまで、マンハイム私立音楽大学で発言楽器を教えた。さらに、青少年音楽教育連邦アカデミーで定期的に講師を務め、多くのセミナーを開催した。その他に多くのコンクールの審査員を務めた。歌手のヘルマンプライア・エリト、マティス、指揮者のハンス・センダーやブルーのマデルナと共演して、ヨーロッパ諸国や日本で講演を行い、 40以上の CD 録音を行っている。彼のためにジーク・フリート・ベーレント、フリート・バルター、ベルント・ショルツ、ハイン・リヒコ・コニエッツニーといった作曲家たちが曲を提供し、また自らも数曲作曲をした。ありがとうございます。